未知なるものを探求し、真実を発見することは、常に人類の徹底的な生涯探求の対象であった。しかし、すべてに答えがあるわけではないし、すべての場所に恐れずに足を踏み入れることができるわけでもない。この世界には、人間が立ち入ることのできない、また立ち入るべきでない謎めいた場所が、まだまだたくさん隠されている。極寒の北極に立つ、終末の日の保管庫から、近づくと地元の人に撃たれる島々、死の匂いを放つ地獄の門から、生き物の亡骸で埋め尽くされた死の谷まで。今日は、世界で人間の立ち入りが禁止されている10箇所を一緒に知りましょう。新しく来た視聴者は私のチャンネルを購読することを歓迎し、素晴らしいビデオを逃さないように。トップ10、死の島。北米の北半分、カナダ東部のハリファックスから約1000メートルの北大西洋に、セーブル島と呼ばれる身も凍るような死の島があり、米国とカナダに向かう重要な欧州航路を砂黄色のシミターのように切り裂く。島には気象学者が数人しかいない。島全体が細かい砂浜で、非常に荒れ果てていて恐ろしく、高い木はなく、ビーチグラスと背の低い低木があるだけです。海風が吹くたびに黄砂が空に舞い上がり、神秘的で恐ろしいことから、死の島とも呼ばれています。この島の本当の恐怖は、何世紀にもわたって、大小様々な約500隻の船が周囲で沈没または消息を絶ち、生存者もいないことだ。それ以来、多くの科学者や、シャーマンさえも、この恐ろしい真実を解明しようと試みてきました。研究者らは、島内に大量の磁鉄鉱が存在したか、波の激しい衝撃によって島の位置や形が変化したことが事故の原因ではないかと推測している。しかし今に至るまで、その魔法と謎は衰えることはありません。トップ9、終末の保管庫。極寒の北極で、ノルウェーのスバールバル諸島中部の山から灰色のくさび形の建物が突き出ています。建物の側面にある大きな文字は、そこに隠された貴重なコレクションを示唆するだけでなく、ここが終末の保管庫としても知られる、スバールバル世界種子保管庫への入り口であることを宣言しています。一年中雪と氷に囲まれており、北極熊が現れることもあります。入り口に続く小さな金属製の橋を雪の結晶が吹き抜け、橋の鉄、鏡、プリズムの模様が幽霊のような緑色の光を反射し、安易に近づかないよう警告しているかのようです。人類1万2000年にわたる農業の記念碑であるこの施設には、地球上のあらゆる地域から集められた120万もの種子サンプルが保管されており、戦争や自然災害、パンデミックによって作物種が永久に失われるのを防ぐことを目的としている。同時に、宝物庫にある作物は、災害時に人間の食料にもなる。政治的、外交的な制約を受けることなく、どのような組織や国も種子を送ることができる。シードバンクの内部には、様々な冷蔵装置があり、種子を低温で保存することができる。また、北極に位置するため、天然の断熱層として永久凍土がある。停電しても庫内が高温になり種子の保存に影響を与える心配がありません。ここへの一般の立ち入りは禁止されており、その5つの金属製のドアは年に数回、新しい種子が入ってくる時にのみ開かれます。トップ8、北センチネル島。2018年、北センチネル島は突然ニュースになった。ジョン・アレンチャウという若いアメリカ人宣教師が、センチネル島民の警告を何度も無視して私的に島に入ったために、怒った島民に矢を射られ殺されたのだ。そしてこれが、生きてここから出られる保証がほとんどないため、この場所が禁断の場所となった理由の一つとなっています。北センチネル島はベンガル湾に浮かぶアンダマン諸島の一部で、センチネル族が住んでいる。インド政府によって保護されている彼らは、5万年以上も前からこの島に存在し、おそらく地球上で孤立して暮らす最後の人々である。何世紀もの間、この島のイントンマトなセンチネル族は、部外者が自分たちの家を侵略しようとする試みのほとんどを拒絶してきた。実際、人類学者が初めてこの島を訪れた時、センチネル族は全く見られませんでした。人類学探検隊のリーダーの一人、T.N. パンディット氏によると、センチネル人は部外者がやってきて隠れているのを目撃したに違いないという。彼らの観察によると、センチネル村には40人から50人が住んでいると推定される。人類学者たちはまた、センチネル人への贈り物としてココナッツ、鉄の棒、プラスチックの食器を置いていった。
しかし、彼らが再び訪れようとしたとき、それらはすべて拒絶された。1996年以来、センチネル人の本来の生活様式を守り、部外者を保護するため、北センチネル島への立ち入りや上陸は違法とされている。トップ7、ノースブラザーアイランド。ブロンクスの真向かい、ライカーズ島近くには、1963年以来一般立ち入りが禁止されており、現在は崩壊した廃墟だけとなっているあまり知られていない陸地があります。ノースブラザー島と言います。1885年にニューヨーク市のリバーサイド病院がここに移転し、第二次世界大戦までは主に隔離病院として使用されました。帰還兵のために住宅が建設され、ノースブラザー島には初めて人が住むようになった。1960年まで、何万人もの人々がノースブラザー島を故郷とした。しかし、1900年代初頭からノースブラザー島の歴史は徐々に暗転していく。メメアリー・マロンというアイルランド人シェフが、何十人ものニューヨーカーに感染させ、その結果、二人の病院職員まで死亡させた。その後、ノースブラザー島は最悪の船舶火災事故に見舞われ、数千人の乗客が死亡した。1950年代以降、ノースブラザー島は青少年犯罪者のための薬物治療センターとなり、1963年に閉鎖された。現在は鳥類の保護区となっている。鳥は生息環境に非常に敏感なため、現在は立ち入り禁止区域となっている。トップ6、中国の崑崙山デスバレー。中国のチベット高原にあるナレンラード渓谷は、崑崙山脈の死の谷としても知られる、本当に恐ろしい場所です。地元の人は、渓谷には人を食べる怪物がいると言います。渓谷に入った勇敢な牧畜民や道に迷った牧畜民のほとんどは二度と戻ってきません。大雨の後、渓谷で多数の野生動物が荒野に捨てられ、死骸の隣には焦土が横たわっているのがよく見られます。あらゆる種類の奇妙な現象がナレンラード渓谷を神秘的にしています。峡谷の外にいた牧民たちによると、京谷内で助けを求める狩人の銃声や、貧採掘者の絶望的で悲痛な叫び声が聞こえてきたという。1983年7月、新疆地質局は科学研究員を派遣して調査し、ここが落雷地帯であることが判明しました。強い磁気を帯びた玄武岩が広く分布し、多くの鉄鉱脈や石英体が存在します。地形の影響を受け、湿った空気が谷に集まって雷雨雲を形成します。地下磁場の影響と相まって、雷雨現象が頻繁に発生します。そして雲はいつでも集まり、いつでも雷を引き起こすことができる。特に人と高大動物は、一度この峡谷に入ると、大動物は危険を冒して生き延びるしかなく、人も避けられない。ここは絶対的な無人地帯です。人が熊や狼などの動物を邪魔すると、野生動物に襲われやすく、逃げにくい。トップ5、スルツェー島。人の立ち入りが禁止されている他の場所とは異なり、この島は現在地球上で最も新しい島で、アイスランドの南海岸沖約32マイルに位置しています。1963年11月14日、アイレイフアニという漁船に乗っていたコックが、一本の黒煙が海面から立ち上がるのを見ました。船長は燃えている船だと思い、船を回して調べました。その結果、海から島が誕生しつつあることが分かりました。噴火は海上で大規模に始まり、黒い火山灰の柱が大気中に噴き出し、後のスルツィ島の先端を形成しました。3年間続いた噴火が完全に止まったのは、1967年のことでした。島には、様々な生命がやってきました。島はノルウェーの巨人の神話的種族である火の精霊を意味するサーツェーと名付けられました。人間の影響なしに生態系がどのようにして一から形成されたのかを理解するために、この土地は科学研究や観測のための動植物の植民を研究する自然の実験室となっており、ごく少数の科学者しか立ち入ることができません。トップ4、冥王星の門。トルコ西部にある古代ギリシャの都市ヒエラポリスには、冥王星の門と呼ばれる神話と伝説に満ちた洞窟があり、そこに入る者は即死するという有毒な煙が充満している。そのため、地獄の門とも呼ばれている。ギリシャローマの神話や伝統では、冥界への入り口として知られています。2012年頃、考古学者らが、地獄の門を開け、洞窟から出る煙には依然として致死性の性質があることに注目した。彼らは、通り過ぎる鳥が暖かい空気に引き寄せられ、有毒ガスを吸い込んだ後に窒息死したことを記録しました。2013年、
イタリアのフランチェスコ・ダンドリア教授が主導した研究で、ゲートが設置されている地面から放出された高濃度の二酸化炭素が動物の死の原因であることが判明した。特に早朝には、アリーナの最下層床付近に最大 35% の濃度の二酸化炭素の層が形成され、人や動物が窒息死する恐れがあります。そのため、遠征後は安全上の理由から閉鎖された。しかし2022年、常連客向けに再開された。ここを旅行する場合は、必ず安全に注意してください。トップ3、ニーハウ島。ハワイのニーハウ島がかつて1万ドルで売られていたことを想像できるだろうか。それは今日、家を買うことさえできないお金だ。1863年、カメハメハ4世はニーハウ島を売りに出した。隣のカウアイ島に住んでいたエリザベス・シンクレアは、この島を買うことに決めた。今日、彼女の子孫であるロビンソン一家がこのハワイの島のオーナーである。彼らの努力のおかげで、かつてジェームズ・クックという船長が、樹木のない島と呼んだこの島は、今では多くのハワイ固有種の重要な生息地に指定されている。また、ハワイで最もユニークな島にもなっている。同時にハワイ語を第一言語と主要言語とする唯一の場所でもある。150年以上もの間、この島は世界から完全に隔離され、アスファルトの道路もなく、水路もなく、交通手段もなかった。ここに立ち入ることができるのは、アメリカ海軍、政府関係者、島民のみ。そのため、この小さな土地は禁断の島としても知られている。2020年のアメリカ合衆国国勢調査によると、カウアイ島の南西 28.2 キロに位置するこの島の人口はわずか84人だった。トップ2、伊勢神宮。日本の神社文化は世界的に有名で、全国には約8万の神社があります。その中でも最も注目すべきは伊勢神宮です。伊勢神宮は、本南東部三重県伊勢市に位置し、太陽の女神アマテラスを祀る神社建築群です。この神社は正教の所在地であり、神道教の最も神聖で最も重要な場所だと言われています。その話は数世紀前に遡る。伝説によると、約2000年以上前に、水仁天皇の娘や的姫の御事が現代奈良県の三輪山から出発し、アマテラス大御神を永久に崇拝する場所を探して、大御と美濃地区で20年間放浪したそうです。やがて伊勢にたどり着いた。アマテラス大御神が山と海に近い伊勢の豊かな土地に永住したいとおっしゃるのを聞いて、大和姫の御事が内宮を創建しました。遠征に先立って、アマテラスは大和の皇居で祀られていました。その後、奈良盆地東部の仮の場所に一時的に安置されました。伊勢神宮は日本で最も高価な寺院の一つであり、その建築の壮大さで知られています。神道の伝統を守るため、寺院は20年ごとに再建されます。皇室のメンバーや神父、女司祭でない限り、この古い日本代表の神聖なホールへの立ち入りは禁止されています。トップ1、バミューダトライアングル。恐ろしい神秘的な、バミューダ三角御空は世界的に有名な場所です。アメリカのノースカロライナ州小島約 600km の海に位置し、大西洋のバミューダ諸島、プエルトリコ、アメリカのマイアミの3点が繋がって形成された三角海域を指します。ここで説明が難しい異常現象が頻繁に起こる。多くの飛行機や船がここを通過した後、謎の失踪を遂げ、その後、残骸のかけらさえも発見されない。多くの有名な航海士が探検のためにここを訪れた。しかし、彼らが近づいた途端、多くの船の航海計器は役に立たなくなり、巨大な嵐が空から立ち上がった。不完全な統計によると、少なくとも158件の失踪事件があり、2000人以上が命を落としている。様々な神秘的な現象について、アメリカから来た2人の科学者がレーダー衛星図を分析した後、バミューダ三角上空に形成された六角形の雲は、飛行機と船が墜落して行方不明になった元凶であり、その本質は空気爆弾である可能性が高いと発見した。それらは微暴流から集まり、空気爆発の後、雲の下に突入し、海にぶつかって波を形成する。それらが互いに影響し合うと、波の海ができる。研究によると、空気爆弾の速度は時速270キロ以上に達し、カテゴリー5のハリケーンの威力に匹敵し、飛行機や船は簡単にひっくり返る。そのため、昔から人間の立ち入り禁止区域となっている。以上が今回のビデオの全部です。私の動画が気に入ったら、私のチャンネルを購読してください。また今度会いましょう。